プロジェクト A で、研究の再開について記録する。エマが最後に行っていたポケモンの共生研究、ユニタスプロジェクトを再開したいとハワードに伝えた。そしてそのためには研究施設が必要だと訴えた。研究所の名前はユニタス総合研究所と提案したそれがよほど気に入ったのか、ハワードはすぐに提案を認めた。これで私の研究への懸念は全て解消された。おう、キューブの説明について記録する。今日ハワードにキューブの説明を行った。彼はポケモンへの負担を心配しているようだった。とはいえ最後には多少の副作用は仕方がないと理解を示してくれた。これで大手を振って開発を進めることができる。ニュース完全ギスレギね。この開発が順調に進むようなら温めていたテーマに取り掛かるとしよう。おう。キューブへ僕べて。야동상을부쉈다。버틀러있음。피카츄에도목적이너무구려。20012170608。どうしてあんなところにピカチュウの写真が。俺の熱心なファンって感じではないな。ちゃんと調べてみないとね。ブン、분석에너지의조사。
2001 かん？ヘリはピカチュウへ差し。そうか。ひがいげすんが。나열된수치라임시티공생도시계획서마을의큐브를보급한다우호큐브우호우호보이스레코더설마인간과잠깐너이제약간펄이같은계열아니지모록이인간과슈퍼퀘몰에융합을하겠다는뭐그런거아니지새로운연구에대해研究データについて記録する R 事件が起こる半年前のことだ。私はポケモンと人の精神をつなぐ方法を見つけた。こうすればポケモンを意のままに操れるようになる。まさに世紀の大発見だと言えるだろう。しかしその時点ではその方法を実現させることはできなかった。情報が足りていなかったのだ。それ以来私は欠けたピースを探し続けた。そしてついにエマがかつて行っていた研究の中にそれを見つけ出した。彼女は私の研究を危険だと言い中止を求めてきたが、知ったことではない。私はすぐに研究棟内をくまなく探させた。だがデータが見当たらない。ジェシカの仕業だ。何としてでもジェシカを探し出しデータを手に入れなければ。なんだと？데이터를얻었다ジェシカ発見について記録する。バンブーストリートにピカチュウたちが来るとは予想外だった。だがジェシカを見つけ出し研究データを手に入れることができた。これで全てのピースが揃い、私の研究は完全なものとなった。このデータがあれば、精神をつなぐシミュレーションをすることができる。おう。전진했다。仮説の証明について記録する。やったぞ、うん、私はついにやった。
二つで一つ、答えは二つで一つだったんだ。私の仮説が正しかったことがこれで証明された。전형적인 마그마단 뭐 이런 느낌이네. 로켓단. 뭐 큐브와 오모차 도젠다. 완벽하게 맛이 갔군. 오. 推理しようぜ。てんてん。うん。연구데이트。や。なあ、ちょっといいか。どうしたの？ここまでに分かった事実を整理しないか？探偵の基本だね。うん。ハワードへ信。모르게복주。うん。엠마의상과연구근데지금도충분히공생잘하고있지않니애초에인간이이제포켓몬하고포켓몬한테싹다멸종을안당하고이제여기까지발전한것도공생을했기때문아닐까여기서더나가면이제포켓몬이멸종할것같은데흠아도키잖아이가이런이런전개가여시お前たちここで何を。やべ、逃げろ。おい待て。おい待て。おいどうしたんだ。おい、なんだって。おい、ガーディ、何を？おい！ピカチュウ、ガーディのためにも先を急ごう。チクショ、必ず助け出すからな。ガーディアー。まずいな。パンチ！パンチ！
여기까지 자제나른 관리 직원들 오요. 이제 피카츄가 이제 동료들의 힘을 모은 이제 용자검으로 용자 그 머록을 베는 베면 끝나겠구만. まさか、お前たちまで残るって言うんじゃ。どうも。ピカチュウ！よせ！ダメだ！いいだ、ダーマ。ダーマ！みんな、ピカチュウ、とうとうここまで来たね。でも、この先にはハワードさんが。私なら大丈夫。レイチェル、マーロックの正体を暴いてパパの目を覚ましてみせるわ。そうだね。그래도깜빵가는건변하지않을거야。운명공룡치라고들어봤어。俺を忘れていないか。忘れてないよ、父さんのこともね。ならいいんだ。연구동시의우츠아레와아레와제가무슨바이오제드같은조도미츠케타소사테사테모로내가빨리마무리해야된다
いいね、いいね。いいね、いいね。しーちゃん。レイチェル。パパ。役者が揃ったようだな。マーロックの裏切りを証明して計画を中止させないと。さて、どう攻略するかな。ティム君、ここで何をしているんだ。謎の組織について調査しているんです。ユニタスという名の。ユニタスの調査？なぜそんなこと。ハワード市長、ユニタスには不審な点があります。不審？何を言い出すんだ。パパ、ちゃんと聞いて。ハワード市長、ユニタスは危険な組織なんです。ただポケモンの研究をしているだけなのに。ライムシティのために私が作った組織だ。危険なはずはない。何を根拠に言ってるんだね。ライムシティでポケモンを날뛰게했다。そんなことユニタスはやってないだろう。よく思い出すんだ。よし。자연구오로라의물방울을훔쳤다。데니스테의도난사건을기억하십니까。큐브를사용했냐안했냐이말이죠。確か授賞式の翌日にオーロラの雫が盗まれたと聞いている。その事件に。그얘들이한거예요。그래요。정신차려요。なんだって？なんだって？オーロラの雫がここへ運び込まれた証拠もありました。そんなことも。一部の不届き者の犯行だろう。だがそれで組織そのものが危険と決めつけられても。実は他にも罪を犯しています。しかも僕たちが被害者です。ユニタスへそ받은피해。僕たちは行く先々で何度もユニタスに襲われました。それは何かの間違いじゃないのか。嘘じゃないわ。私とジェシカも危険な目に。レイチェル、お前まで。マロック、君は知っていたのか。おいおい、完全に無視してやがるぜ。お願いパパ、今すぐ計画を中止して。できない。あと一歩で人とポケモンの共生が実現するんだ。それはキューブのことですね。そうだ、ポケモンは時に危険な存在に。だから有効キューブが必要なんだ。有効キューブ。とにかくそのキューブには問題があります。それによってポケモンたちが不当に扱われているのを知っていますか。たったポケモンに죄를뒤집었어서경찰에게보호되었다。ポケモン保護局の事件。제작극이었어요。バトラーの件だな。話は聞いているが、
その彼がキューブを使ってポケモンに犯罪を行わせていたんです。バカな。うん。キューブを悪用していたのか。クロッタ、あの事件ではピカチュウが連行され大変な目に。僕はキューブによって家族を失いかけたんですよ。君の言う通り、有効キューブの危険性は分かった。使い方次第なんだ。だから計画を中止するわけにはいかない。パパ、ポケモンと意志を通わせるために有効キューブは必要なんだ。ハバード市長、あなたは騙されているんです。ん？どういうことだ。キューブへ진짜기된아잠깐없어 그냥아무선택해봤어미안경찰서에오래가또났다는걸알았어기다려의지를빼앗는다큐브의진의목적그것은포켓몬의의지を奪い인간의思うがままにすること。유코큐브는포켓몬との共生を実現する夢のデバイスだと聞いていたが。ハワードさん、あなたは有効キューブという名に騙されていたんです。本当の名前はコントロールキューブ。コントロールキューブ、お願いです。計画を中止してください。いや、ダメだ。たとえそうだとしても私はエマの夢を。そんなのママの夢じゃない。レイチェル、パパ覚えてる？私が幼い頃、バンブーストリートで迷子になってリングマが助けてくれたこと。リングマは自分の意志で泣いていた私を心配して何とかしようと助けてくれたのよ。あれはポケモンに意志があったからだよ。パパの考えを一方的にポケモンに押し付けて本当にいいと思っているの？意志を奪われたポケモンとの共生にどんな意味があるっていうのよ。パパが作りたいライムシティの未来はそんなものなの？それはママが考えていた人とポケモンの共生とは違うよ。違うよ。このことを知ったらママはきっと。정신좀차려제발。そんなのダメだよパパ。レイチェル、知らなかったんだ、有効キューブがそんなものとは。私が間違っていたよ。すまなかったレイチェル。私は取り返しのつかない過ちを犯すところだった。これで一件落着と言いたいが。はじま、ボロクセキが生まった。まだ片付いてない問題が残ってる。誰が私の計画を利用してこんなことをしたのか。それが可能だったのはただ一人。黒幕の正体を明かしてやろうぜ、ティム。ああ。진범은바로신犯人は마로크산아나타다うるさいな。ハワードさん、あなたには失望したよ。そんなことじゃポケモンたちの思うがまま。ライムシティどころか一人娘さえ守ることはできないね。モレイトライが。なんだと？マルク、騙していたのか？もうあなたは用済みだよ。
にしてもさすが名探偵コンビ、高く評価してたがまさかここまでやるとは。マーロックさん、もうキューブが使われることはありません。諦めて。あんな計画はどうでもいい。単なる副産物のようなものだよ。見たまえ。これこそが私の作りたかったものだ。これはキューブとは関係ないだって。研究室で見たオーロラの雫に隕石、そして父さんとピカチュウに関係があるのか。お前たち、私の大事な研究を盗み見したのか。無理すんごやいし、양상현빌런처럼생겨가지고본진이와나니모와가라나이다로説明しても無駄だからよく見ておくんだ。なんだって。どうも嫌な予感がするぜ。お前たち無事だったのか。아니나도잡혔어기다가피카즈응나리시야가룬다どうしたんだゴロンダ。ティム、あれを見て。キューブが。そうか、みんな操られて。ひどひどクラ開けろ。おい、必要な材料は揃った。楽しいショーの始まりだ。ポケモンに된다는꿈미친놈これがなんだかわかるか。オーロラの雫、それをどうするつもりだ。おっと、が言っていた宇宙から来たポケモン。デオキシスの復活だ。なんということだ。私はこんな計画に加担していたのか。はい、驚くのはまだ早い。そうはいきませんよ。眠る男と探偵ピカチュウに宿るエネルギー、2つのエネルギーが1つになるとき、私の研究、私の夢は現実のものとなる。
포켓몬의 자기 정신 인식시킨다는 거 아니야. 어찌됐대. 一番の、それはポケモンになることだ。人とポケモンの融合、これこそが真の共生だ。전개가 너무 개 또라이 같다. 자 이제 다구리 쳐먹고 죽어라. 오야 오야, 피카츄의 바닥을 우는 소리가. 이제 스마, 가깝게 기나서. 私にとってはあなたたちなど取るに足らない存在。そこでお話ししてください。素晴らしい、パワーがみなぎってくるぞ。ポケモンとはこういう。이걸 뭐 어떻게 まずピカチュウを。なんだ。ミッチャンって蹴飛び는거아니야？그럴줄알았다。갑치지말란말이야。どうなってるんだ。ポケモンからなぜか人間の気配を感じます。ここで一体何が。あいつが父さんとピカチュウのエネルギーを利用してデオキシスに。そういうことですか。私のエネルギーを悪用するどころかポケモンを犠牲に。우리뒤에다눈뒤에다도눈을달은미추한테까불치다니救助が崩壊してしまう。どこか安全な場所に。そうだ、レイチェルとハワードさんはあのエレベーターに避難して。
でも、ティムはピカチュウを助ける。分かった。ガーディーたち怪我をしているようだが、私はあの子たちを守る。ほら、パパも早く。あ、ティム君、気をつけるんだよ。はい。피카츄를 구하자. 170608. 目にあったが、俺もピカチュウもなんとか無事だぜ。よかった。そんなことよりえらくにぎやかじゃないか。実はマーロックが。知ってるよ、ポケモンになっちまったみたいだな。なんとかして止めないと。ミュウツーが負けるとは思えんが、俺たち人間のやらかしたことだ。と肩をつけないとな。父さんの体はどうする？あの中だったら安全だろ。とにかく急ごう。よっ、おっと、大丈夫？ああ、まずいな。아, 다 빨간색으로 만들면 되는 거 아니야? 아, 1, 2, 파란색이네, 파란색. 파란색으로 숫자는 빨간색 쪽으로 보았는데 파란색으로 1, 2, 3, 4. 따라라란. 잠깐. 그냥 코드 뽑으면 되잖아. 変わってない。余ったエネルギーを抜いたところで、すでに融合しちまってるから無意味か。何か
何か方法があるはず。そういえばマーロックのレポートにエネルギーのことが書いてあったな。エネルギー、そもそもこのエネルギーは何に使ったんだ。융합하기위해そうだ、これはマーロックがデオクシスと融合するためのエネルギー。これを使えば元に戻せるかも。なんだなんだ、一人で盛り上がって。デオクシスとマーロックはこれを使って融合しているんだよ。エネルギーのバランスが重要だってレポートには書いてあったよね。じゃあそのバランスを崩せばいいんだな。でもどうすれば。든에너지를가한다。2つのエネルギーをデオキシスに与えることができれば、エネルギーの取りすぎでバランスが崩れる。けどどうやって。どうやって。それさえ分かればカプセルに入れられたお返しができるってわけだな。空中のデオキシス、壊れた融合装置、そしてこの俺、名探偵ピカチュウ。どうしたのピカチュウ。はは、そういうことか。課長、ピカッとひらめいた。この装置の上から俺が飛び出してエネルギーを叩き込む。お、気が利くじゃないか。エンコピオ、さあ事件解決といこう。こいつを使えばあそこに行けるはずだ。じゃあ例のブーツを頼むぜ。ああ、はい、うん、準備万端だな。さあティム。うん、本当に大丈夫。二つのエネルギーを空中のデオキシスにぶつけるなんてお前には無理。俺がやるしかないんだ。そうだね。でもなんか他に。テイム、俺を誰だと思ってる。どんな事件も諦めず解決してきた名探偵ハリー・グッドマンだぜ。解決の糸口は判明した。あとは証拠品を犯人に叩きつけるだけだ。無茶はしないでね。任せとけって。おいおい、何してんだ。そんな技出しやったらここが吹っ飛んじまう。急がなきゃ。에너지를집어넣어さて始めるとするか。俺たちの体持ちこたえてくれよ。ピッ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 
無理だ。力を使い果たしちまった。え？そこに行くのは無理だって言ったんだ。そんな。俺のためにみんなを巻き添えにするな。頑張って、もう少しの辛抱よ。父さんを救えなかった。ティム、何？돌아왔어? 도사! 야, 팀! 야말로 진짜 로켓 배송이네. 수입은 맡아서 도사! 오이오이, 아바라가 그닥에 심하세. 무지だったんだね, 피카츄も! 아... 疲れ切って寝てるよ。本当大活躍だったからね。おい、それは俺じゃないか。半分はね。そうだな。さあ、みんな待ってる。うちに帰ろう。ああ저 이렇게 하여 명탐정 피카츄 끝이 나는군요. 근데 스토리적으로는 진짜 무겁다. 다시 이제 말도 안 되게 다시 피카츄 몸에 깃드는 게 아닌 이상. 조사니 連れてってよ. 私 유수한 남자だと思うよ. 도가나 소피아 때 아기っぽい. 아니 이제 피카츄 헤이리의 몸에 하나, 피카츄의 몸에 하나 해가지고 인격이 영혼이 두 개로 반쯤 나눠가지고 존재하지 않는 이상. 아나타카라마ちゃんと言ってよ. 아, 소피아, 探偵という仕事はな? 자, 파파의 秘書は? それだったら. 아나타. 페카? 아나타. 어 뭐야, 마지막으로 한마디라도 할 줄 알았는데 서가지고 킹 또 나오지롱 뭐 이런 느낌으로. 자, 아무튼 이렇게 해서 명탐정 돌아온 명탐정 피카츄 끝이 나네요. 네, 뭐 타겟 자체가 좀 어린 편이라 그 어린이들도 좀 포함해가지고 네,
그나온게임이라사실그뭐추리가그렇게짜임새가있다거나퍼즐이어렵다거나하지않아서오히려그게더좋을수도있는데제기준에서는좀이제아쉬운부분이좀있었던것같아요、네、그래도이제탐정물이면좀더이제추리를할수있는영역이라든가아니면좀더이제소름끼치는전개뭐이런게근데또그게포켓몬하고는어울리진않으니까자뭐아무튼이렇게해가지고마무리가됐습니다혹시나뭐차후에또영화후속편이라든가뭐혹은또새시리즈가나오면그때또재밌게해보도록하죠끝